こんなに待たせるとは。瞳悟空の儀は本当に成功したのか。魔術師なんて変わり者ばかりでしょ。大丈夫かしら。諸君、王族の一員といえど魔法党の悪口はよした方がいい。手短に終わらせる。お前たちの雑談に付き合うつもりはない。魔法党の協力のもと、我々は異世界の巫女を手に入れた。これより彼女の運命は俺と共にある。分かったな。なんだ、意義のあるものは遠慮なく言え。おめでとうございます。おめでとうございます。巫女様。
断る。なんだ、随分軽いな。お前にはもっと豪華なドレスを用意してやろう。こんな地味な服は俺の妃にふさわしくないからな。俺の婚約者としてふさわしい姿になった後は、月経祭の日までこの高級で過ごしてもらう。お前は何も考えるな。俺についてくるだけでいい。誰かに聞かれても、僕は来てないと言え。どうかしたのか？だったらダンスはいかがかな？婚約した者のしきたりさ。新郎が新婦をダンスに誘うんだ。踊れないのなら俺に合わせて動けばいい。ただし、わざと足を踏むのはなしだ。
大丈夫だ、俺に任せておけ。もちろん俺の寝室さ。ここへ来たばかりだというのに、もうお気に入りの場所を見つけたのか。だが俺の寝室が一番に決まって。私は反対です。シーランか。その少女の素性がわからぬうちは警戒を怠らない方がよろしいかと。この娘が俺をどうにかできると思っているのか。考えすぎだ、シーラン教。その異世界の少女は茨の檻に閉じ込めておくべきです。私たち魔法党の精鋭が見張っていれば不測の事態も防げます。こちらは魔法塔の首席魔術師、シーラン教だ。彼の言うことを素直に聞くのはお前くらいだぞ。陛下、ご冗談はほどほどに。魔法塔が陛下にお仕えして10年、私は一度たりとも陛下のプライベートに干渉したことはございません。ただ今回だけはどうか私欲を抑えていただきたい。この少女は危険です。危険か。俺たちがただ立っているだけで怯えているように見えるこの娘が。まあいい、ひとまず彼女を
公妃の神殿に案内してくれ。行意。シーラン様、公妃の神殿の周囲に呪符の魔法陣を張り巡らせました。魔法塔からの人員も手配済みです。これで常に巫女様をお守りできます。申し訳ございません。シーラン様のご命令ですので。私は上級魔術師のロタツと申します。この度、巫女様をお守りする守護隊長の任を仰せつかりました。今後はいついかなる時も巫女様のお部屋の前におります。何かございましたらいつでもお呼びください。シーラン様、呪符のご確認をお願いします。その必要はない。君のことは信頼している。シーラン様は厳しいお方です。しかし、あなたがむやみに出歩かない限り、御身を傷つけるようなことは決してなさいません。巫女様、今日の私は、少々緊張しております。もし不手際がありましたら、どうかお許しください。ですが、巫女様のご命令には、誠心誠意お答えいたします。
夜食をお持ちしました。宴席ではあまり召し上がっていないようでしたので、少しですがどうぞ。初日にこれだけの経験をなさったのです。きっとお疲れでしょう。私はこれにて失礼いたします。良い夢を。